マイナス1。すいません すいません。初回、今日も美味しそうでしたね。最近なんかすごい調子悪いんですよね。すごいカメラ上じゃん。お湯。ごめんね。普通に配信終わる時よりもお湯多くて心痛めてそう。あ、これさ、無理だよな。背わたってさ、なんかね、プロ注意、謝れば済むと思ってるのは仕事で得た経験の弊害ですね。大体謝れば許してくれる。いや、てかさ、背わた、マジ、動画で見たのと違う。なんで？全然なんですけど。スーってもっと、あ、こうか。おっと！これさ、よしよしよし。赤エビは結構ね、背わたが黒いよね。なんか、ブラックタイガーとかね、まあ、綺麗な背わた多いんですけど、なんかそういう違いとかあんのかな？手渡りでも良いじゃないですか。お腹壊しますが。いや、壊すんや。壊しちゃダメじゃん。何その虫。虫じゃない。背わたっていうね。エビに、エビの切って開いちゃおう腸ぜ。です。まあ、それでもいいんですけどね。まあ、てか、僕、切って開くやり方しか知らないですけどね。マジでさ、これでやってる人ってどうやってやってんだろう。なんか、まず、エビの持ち方が違う気がするな。こうやってた気がする。でやれ。なんでそんな残酷なこと言うん？口でやれとか。もしかして今日カンジャンケジャン。カンジャンケジャンじゃない。カンジャンケジャえンらはい。エカニだろ。ビに串入れたまま食べてたの思い出しますね。そうじゃな。